うちは祖父が一代で会社を起こした。その一人息子が親父、その父親が本当にダメな人だった。むしろクズ。どれぐらいクズかというと、まず仕事をまともにしない。もちろん会社ではものすごく嫌われていたらしい。俺が高校ぐらいの時、バブルが弾けた。自分自身はそこまで損しなかったのに、バブルで損した友達に片っ端からお金貸したり、家賃タダでビル貸したり、会社の仕事勝手に回したりとか、無理な出資して工場の機械買ってやったりしたらしい。結果的に出資した会社とかが夜逃げして、会社にすごく迷惑かけた。でも反省はせず、何度かそういうことをやった。そんな父親をまず祖父が切り捨てた。後で聞いたけど、代替わりしたいのに銀行からうちの父親が社長になった段階で手を引くって言われてたらしいわ。祖父が何度も怒ったらしいけど、何も変わらなかったから役員待遇をやめて社員扱いにした。でも親父はそんな自分の状況が理解できなかったんだな。人助けをしているのに親父は主戦度だとか言ってたのを覚えてる。親父は会社辞めた。お友達と起業した。不動産やったり英会話塾したりする。息子の俺が見てもよくわからん会社だった。そこで初めて母親が離婚って言い出した。俺と妹はその時高校生、俺は受験直前だった。今はものすごく後悔してるけど、当時は親父が好きだったから泣いて止めたよ。親父に頼むから考え直してくれって何度も訴えたし、母親にも泣きながら頼んだ。親父は何も変わらなかったけど、母親は折れて、それで一回離婚話はなくなった。俺も妹も大学に進んだ。次に離婚話が出たのは、父親が今度は起業した会社にかなりお金つぎ込んでて、うちの家が担保になっていることが分かった時。その時俺は就職活動中だった。テナントビルとかは全部もうすでに黙って売っていた。ここら辺から家に来る親父の友人がどう考えてもまともな職業の人じゃなくて、母親は妹が心配だったんだと思う。私についてくるか父親と残るか選んで。でも妹は絶対連れて行くという母に俺は従った。父親に連絡先すら教えなかった。知らなかったけど、祖父もむしろ離婚推奨してて、母親にお金援助してくれてたらしい。俺も妹も離婚で同行というのはなく、無事大学卒業して就職することができた。母は俺が就職して家を出るとき、父親の連絡先を教えてくれた。そのとき、あなたが連絡取るのは自由だけど、絶対妹と自分の場所は教えるなと言われた。そこから親父とは時々電話して近況話していたら、ある日親父は一緒に起業した友達に裏切られ、多額の借金を背負って大学卒業して一人暮らしした俺の家に、文字通り体一つで転がり込んできた。最初は小さくなってた。お金貸した時も必ず返すとか言ってた。ただ1ヶ月もしないうちに、どう見ても堅気じゃない男と一緒に部屋で飲んでたり、俺の貯金使ってギャンブルしたり飲みに行ったりしだした。怖いのが、ああいう変なやつってだんだん周囲に増えていくのな。生活費というか小遣いも月2万円とか渡してたんだけど、俺のクレジットカード使って10万円とか使われた。その使った理由を、いつもおごってもらうばかりじゃ悪いからって悪びれもせずに言っているのを聞いて、働いて社会の厳しさを知っていた俺はもうダメなんだと思った。離婚の時もそうだったけど、まともになれと怒っても、友達と縁を切れと泣いて頼んでも、でも友達は大事だから、いつか運は向いてくるからと聞かない。安易などう考えても詐欺な儲け話ばっかり持ってきて、俺にお金を出してと頼むようになった。家に帰るのが嫌になった。
生活費と称して俺の名義で借金も作られた。母親や妹とも連絡を取りたがっていたけれど教えるはずがなかった。しまいには俺の会社にまで父親の友達が儲け話や親父の借金について電話をかけてくるようになったので、親父にはなけなしの10万円とアパートの契約をしてやって出て行ってもらった。でも会社への電話はやまず、俺の同僚とか脅迫まがいのことをしたトラブルがあり、会社に居づらくなって退職した。結構努力して入った会社だったから、そこら辺のトラブルとかで体も壊した。そのトラブルと親父が俺の名義で勝手に作った借金の一部、体を壊した入院費だとか通院費とか、とにかく俺は金がなくなった。それで恥ずかしい話、母親が動いて祖父の会社に拾ってもらって今も働いている。今は祖父は社長ではないので、コネ入社の一社員以上の肩書きはないけれど、未だに、ああ、あのクズの息子って目で見てくる人もいて、親父の影響っていうのを身に染みて感じてる。親父は家を出た後、一回も連絡はない。もう携帯も変えたし、家も出たから今は連絡取りようがないって感じなんだろう。もっと大変な親持ってる人もいるし、俺も金に本気で困ったことはないので、修羅場っていうほどじゃないかもしれないけど、この書き込み見て、同じように優しい父親との離婚を止めてる人が自分の人生ダメにする前に逃げることを勧めるよ。全力で母親と逃げてほしい。チェーンホテルの朝食コーナーで働いてる。よくある無料朝食付きのホテルで働く環境は決して悪くないし、スタッフも落ち着いた人ばかり、時給もそこそこ。ただメニューの着眼点がずれてる。バイキング形式なんだけど、パンと白ご飯、そしておかずに飲み物じゃなく、何かしらご飯に味付けや混ぜ物をしたがる。しかもそれが混ぜご飯や炊き込みご飯じゃなくて、ピラフとかチキンライスとかチャーハンとか、朝から食べるには気合がいるなって感じの米飯メニュー。特に連休やこの夏休みは子供さん連れてる方も多いし、お年の方もいたりするから、白いご飯はありませんか？の問い合わせが増えて増えて、そんなに多彩なメニューを売りにしたいなら、ご飯のお供をたくさん導入するとかでいいじゃんって毎回思う。しかも、そういうお客さんはお盆絡みで連泊したりするわけで、一日は良くても連続でピラフ、カレーチャーハン、チキンライス、はつらかろうし、メニューを起案してゴーサイン出してる本社の人は、絶対連日食べるとかしたことはないんだろうな。そもそも、料理したことない人が、メニュー開発してるんだろうなと思ってる。